は野田チャンネル。はい、どうも、あ、どうも、東京、どうも、ありがとうございます。ね、届きました、ナコポスのやつで。ね、ついにコレクションね、買ってしまいました。今開けたいと思います。皆さんに、この、ね、見せたいと思います。お安く売ってたんでね、ちょっと買っちゃいました。これ、どうやって開けたらいいんだろうな、これね。でも一回使ってるやつだからね、これで、これでいいのかな？中、あ、こうなってんのか。これ、どっからピラって開けんのかな、これ。で、普段ね、こういうの使わないんでね、ちょっといまいちどこが開ける、これ破っちゃなきゃダメなのかな。使い回したいんですよね、できればね。俺も荷物送るときにね、使うんで、段ボールって。で、これ薄さがちょうどいいじゃないですか。ここで止まってんのかな、これ。ね。どういうことだ。よっしゃ、開きました。どうですか、お客さん、これ。懐かしい。めちゃくちゃ懐かしい。うわー、ちょっとこれ見ていきましょうか。とりあえず、これ持ってた筋肉マン。ね。うわー、これいいね。これ一番最初のやつ、筋消し。これでかいやつ。でかです、これは。皆さん、これはでかの筋消しです。刑事じゃないですよ。はい、これ、はい。これ普通のやつですね、大きさ。ね、ちょっとでっかいやつですね。はい。これね、買ってました。お！出た、ウォーズマンです。ビアークロー、ガーみたいなね。今じゃこんなね、あ、ちょっとシミがありますけどね。まあ、それは知らないね。さあ、これとかね。はい。もう誰っていう。よくわかりません。何マンですか、これは。もう全くわかんない。おっと、これはスペシャルマン。かぶと口を首が曲がってる。冗談じゃないよ、みたいな、この感じ。ねえ。面白いかな、これ。大丈夫か。ペンタゴンだー。ねえ、万歳ペンタゴン。ちょっと顔、ね、顎横汚れてますけれども、ペンタゴンでございます。やりました。これね、ハンマーヘッドかな。これなんかね、なんか名前ついてたね。こういうのって、ほら、なんとかくんの作品なんですよ、これ。作者の人考えてないやつとか、ペンタゴンとかもそうだったんじゃないかな。なんとかくんの作品が普通に出てくるからね、やっぱりね、キャラクターとしてね。あ、これなんかさ、切れてるな。これ実際じゃない、カッターかなんか切ったね、本当はね、俺知ってんだ、これ持ってたもん、昔。ちょっと赤いしね。ここね、本当はもうちょっと短いやつ。悪魔が乗り移ってね、この、すごく伸びてね、こっちはね、普通だったんですよ。ちょっと、これ、あ、これもジャンクだね、完全にね。良くない、これは。これは良くないよ。はい。あ、これ、知恵のアマンのでかいやつ。俺、これ子供の時欲しかったな、これな。たださ、もう俺、小学校3年生の時に流行って、4年生ぐらいでこう出てきたのかな。もうちょっと、お金払って金消しはちょっと、みたいな。ところでね、欲しいんだけど、なんかお金払って買うのなんか嫌だなっていうね、違うの買いたいなっていう感じでね、ちょっと困った感じですね。ロビンマスク。ちょっと色白ですね、ロビン。この色の差。こういうのがね、ちょっと、ありますよね。はい。あ、これ、ラーメンマンですね。髪の毛がね、こう、ね、こうね、ちっちゃいのが、ね、ピヨンって出ててね、それめんどくさいんでしょうね、このね、カンフー殺法みたいな感じでね、映ってなかったかな。はい。ラーメンもですね。おもながですね。いつもよりおもながですね。はい。これもね、なんとかくんの作品でしょうね、これね。これさ、自分も危ないよね、これね。こう、広げてなきゃいけないから、これ。自分の脇腹をザクってやっちゃうからね、これね。大変です。怪我します。こんなとこにつけたら脇腹怪我する、もう。ね、肩に乗せちゃって、これ、くっついてんのかな？もうこういう人なのかな？大変ですね、これね。はい。あ、そしてインド代表、カレクック、丸インって書いてますね。日本向けですね。ね、筋肉マンがこれカレーをね、食べちゃったりとかして。大変ですね。さあ。でもこんなアニメなかったけど、丸インなんて書いてなかったけどね。でもまた何とかくんの作品の時なのかな。はい。あ、出た。モンゴルマンです。ね。正体はラーメンマン。ね。体の線が太いですね。鍛えたのかな、ね、はい、見てください。あ、ティーパックマン。これはあれですね。ドッキリグランプリも出てきますよね。こうね、ちゃんと見て。これね、ちゃんとなんかこうなっててね、逆さに立つみたいなね。
ありました、子供の時ね。こっちで立たせるみたいな。手が邪魔で立たない、これ。大きいやつだからね、これね。はい。ティーパックマン、懐かしいね、これ、裏。ね。たまたま、ラーメン、ウォーズマン飲まれちゃったからね、紅茶ね。懐かしい。ちぎれちゃうと困っちゃうんでね。あんまり無理するといけないね。はい。あ、これテリーマンです。ね。テリーマン、テリーマンって帽子かぶって登場でね。帽子の前に服着ろよっていう話もありますけれども、パンツと帽子ということでね。なかなかの感じですね。ブーツでね。はい。これだよね。これはね、ケンカマンじゃない、なんだっけ、ケンダマンじゃないんだよね、これね。なんとかボールでしたっけ、これ。なんか、そんな、なんかよくわかんないよね。これもなんとかくんの作品ですよね。ちょっとよくわからんけど。はい。さあ、これ、あ、これが入ってんなら買おうということで。筋肉バスターです。ウォーズマンがやられております。筋肉バスターみたいな。ほら、できた。やった。こんな出かけしてこんな筋肉バスター。俺ね、片っぽしか持ってなかったんだよな、なんかな。この合体したやつはね、俺小学生の時持ってなかったんだね、これね。これはもう欲しくてね。子供の頃ね。今どうかって言われたらね。まあまあまあ、今も欲しくて買ったっちゃ買ったんですけどね。なんかこう、ちょっとね、感慨深いものがありますね、これね。ね、小学生だった俺に言いたいですね。大人だったら、これ欲しいと思って手に入るぞ、みたいな。ね、今は我慢しろって言いたくなりますよね。はい。ね、親の金を盗んで買ってやろうかな、ガチャガチャやろうかな、みたいなね、感じがありましたけどね。この辺も無理やりガチャガチャに入ってたりとかですね、ぐにゃりって任せたりとかね。これですよね、やっぱね。知恵のアマンのこのぶっとさ、たまらん感じがある。今の子供たちみたいな、笑われちゃうよ、こんな。何がいいの、それの、みたいなね。と思います。なかったんですよ、これが。ねえ。はい、ということで、熱くなってしまいましたけど、おっと、やってしまいましたけども、これで2000円くらいだったかな。あれ、いくらだったっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、だいたい2000円くらいでしたね。一体100円くらいだったら買っちゃっていいかなと思ってね、テリマー、ね。はい、あ、このね、字が書いてあるでしょ、ここに。ね、書いてますね。正規品でございます。はい、ということで。ちょっと汚れてっけどね。これ鼻の下汚れてる？なんかちょっと汚らないけど。はい。まあ、という感じで、金消しでした。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価お願いします。そして、カードチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録、お願いします。一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。うまくない。俺は100円ライター、あいつじゃないと。ライターライター、オーマイライター。ライターライター、100円ライター。